みなさんこんにちは、レンボの弟です。今回はチュルチュルみかんスクイーズをこちらを冷凍させてみました。じゃらん色が冷凍したんですよ。でこれで触ったらなんか新しい感じのスクイーズになるんじゃないかなと思ってちょっと触っていきます。硬ちょガチ、待って硬すぎてなんだろう、本当の氷みたいになっちゃった。どうしよう、割るか。割れない。この 50キロ近い体重を全部かけてダメだダメだった。どうしようどうしようどうしよう、生茶で潰すか。ちょっと待って、マジやべえ。ちょっとハンマー持ってくるわ。いやさすがに割れるでしょこれでこれで割れなかったらやばい。硬い硬い。やばいんですけど。ただいまです。お湯でちょっと溶かしたんですけど、これはひどいね。なんだろうな。本当に氷みたいになっちゃってるから、溶けたとこはこうなるんだけど、全然シャリシャリしないし。意味ないっていうまあ保冷剤としてこうね持ってて涼しいなぐらいは使えるんじゃないかと思うんですが、このまま本当ひどい結果チュルチュルスクイーズを凍らせても大したことないっていう。なんか想像ではシャーベットみたいになってシャリシャリするのか、シャリシャリスクイーズみたいになるのかなって思ったんですけど、ちょっとあまりにひどすぎる。ハサミで切るか。まあこれ自分が取ったんで怒られないでしょう。ハサミハサミ、ひどいな、ハサミがないぞ。いやもうカミソリでいっちゃえ。うわーひどいひどいぞこれは。じゃん。でここもねシャリシャリしないんだよ。溶けた、ただの溶けてる冷たいぷよぷよボールみたいな。潰した語彙力、ひどくないまあでも本当に冷て氷、ただの氷だから保冷剤としてちょっとね熱いなって思った時に首に当てたりとか、そういう風に使ったらいいんじゃないかなと思います。はい、クソな動画でした。よろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。